あ、ここに落ちちゃいけなかったんですよね。ここじゃないっぽいね。多分真ん中。石段そこに。ありがとう、こっちから。助けてくれた。こっち側にもう一人いないとダメだ。オッケー。じゃあ、アリオコ君が。あ、俺乗んない方が。こっちやる？うん、いらない。じゃあ、慎太郎あっち行ってみて。俺とアリオコ君でジャンプしてみる。奥、左側。あ、何回もこれ。左側。後ろ進む。そっちに進め。何回もシーソーをピコピコする。あ、そうだ、なるほど、そう、落ちる落ちる落ちる。なるほどなるほど。で、次こっち、こっち、待って待って、やべえやべえやべえ、危ない危ない危ない、あー危ない、いけ。二人だな。こっち、じゃあこっち君と有岡君で。オッケー、お願いします。落ちた、落ちた、うん、ありがとう、ジュリー待ってくれて。そうっすね、お前のこと待ってたわけじゃねえし、たまたまここに用事あったらけ。頑張る、こっち。一旦引き返します。あれ、俺先行ってください。ちょっとやってみます。今俺上から今現場監督やってるから。これ、その現場監督いた。上から見てるから。いますね、まあ、すごくいい、すごく見やすい今。結構これ頭使いますね。ここ、ね、体勢やばいですよ、あれ。あ、頼もった。ごめん、いいよ、ジュリ行って。あ、いいっすよ、あれ、俺やってください。なんかこの有岡君右上になんか行けそうなんですよ。あ、これか、そこっす、そこっす、はいはいはい。多分有岡君が上に登れば。分かった、うぃぃ、行けないっす。一回下げないとなんじゃない。あ、ダメだ、無理だった。こっちか。うわ、あぶね、あれ、あぶ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 、どう、なんか立てかけられました。いや、有岡君最高っす、今の。慎太郎、うん、これさ、俺がいるところに突き出せない、その木。この木？うん、俺がいるところに。じゃあ俺が手で受け取れないか。出る？分かった、ジャンプするわ。一回俺がそっちに。オッケー、せーの。じゃあ俺立てかけに行こうか。なんかめっちゃ落ちてきた。あ、めっちゃ人が落ちてきた。怖いよ、目の前で。犬燃えてる。いた？犬燃えてる。オッケー、オッケー、ナイス。お前、ホットドッグ作んなってこっち。あ、あ、あ、よかった、ごめん。ドラム缶で。あ、これか。それですね、多分これで。ナイスー、ナイスー。それぶつけてくれれば。ナイスー。慎太郎、一人でパイプ。ナイス、慎太郎。落としが出る。ナイス。一個変換できればさ、こっち側の出力してくればさ、こっち側がドアが開けばいけんだよ。なるほどなるほど。これパズルみたいってことか。入れ替えんのか。パズルみたいだね。押して。あ、逆だったっすか、有岡君の。ん？今左向いてるじゃないですか。うん。来た。あ、来た。いやー、ダメか。あー、また行っちゃった。あー、おー、スイッチ。すごい、サスケみたい。あ、すごいすごいすごい、火花みたいなのが出てる。そういうことだ。あ、壊れた。あー、すげー、あー、すげー、壊れた。すげー。あ、またイグジットマークがあるぜ。え、あ、ってことはもう近いぞ、ゴールが。ほら、お、すごい来たんじゃね。素晴らしい。2時間とか2時間ちょっとで2つクリアしましたね。2ついったね。だからそれまでの、キャッスルからダークまでの間をまたミヤッチが、そうですね、そうですね、ミヤッチで放ってもらって、で、またこのアイスのところからアリオが帰ってきて、帰ってきて、やめたなぁ。ちくん、やり始めたらもう止まなくなるよ。でもなぁ、ちょっと大ちゃん忙しいからなぁ。なかなか来れないですよね、大ちゃん。いや、でも頑張ってやらせてよ、俺も。いや、もちろんやりましょう。やろう、同じメンバーで。楽しかった。あー、いやー、よし。で、またちょっとコツコツと、はい、やっていきましょう。これはもう全クリしましょう。そうだね、そうね、やりたい。さあ、というわけで、あの動画いいと思ってくれた方いたらですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。お願いします。どうしたんですか、コツさん。どうしたんですか、今日はコツさん。有岡君が来てないんですよ、まだ。
まだそう、ちょっと遅いね、はい、遅いんじゃないですよ、僕たちが早いんですよ先輩が遅刻してるみたいに見えちゃうんで、ちょっと裏テーマを持って遊びたいなっていうのをジュリがさっき言ってたじゃないですか。いや俺は、お前はマジで始めたんじゃん、お前のせいにすんだよ。ジュリが言ってたじゃないですか、うん、裏テーマゲームで、うん、僕たち3人でありがとうのことを、うん、大ちゃんと、うんうん、有岡くんにバレずに大ちゃんって言えるかって。いやそれジュリが考えたんじゃなくて俺が考えたやつや。それお前だったっけ。そうです、あれ俺でもコーチだもんっていうことをやってきます。頑張った、あと来た今ご挨拶。おはようございます。エロゴール有岡くん、有岡くん、はいはいはい、警察官が悪いやつ2人捕まえてるみたいな連行あ、落ちちゃった。大ちゃん、大ちゃん、やめて、なんかその急にちょっと絡みづらい先輩みたいな先輩、あ、もうダメだ、あとは全て時間の問題、もう握力が限界だ。優しいな、コーチくん、やっぱりやっぱコーチは優しい、優しさだけが取り柄です。よし、行きましょう、行こう。あ、有岡くん、いけないかな、有岡くん、無理、有岡くん無理かしら、これ。え、ちょっと待って、有岡くんがどこにか見えてる、見てるじゃん、ジュリーこれ、運んでんの、大ちゃんじゃなくて俺やで。あ、有岡くん、あれか、大ちゃんじゃなくて、しんちゃんやでうわ、大ちゃんとしんちゃん間違えたわ。大ちゃん、しんちゃんで似てるから。今俺、ここぶち破ったんで、こっち来れるんですか。ほんとだ。あ、有岡くん、すいません、お尻触っちゃいました。あ、ちょっとエッチ。え、左側を行けるんですよ、有岡くん。はいはい、これは有岡くん行ってください。俺乗っていいんか、これ、はい、これは有岡くんが多分乗った方が、運ぶんじゃなくて乗っちゃっていいんだよね、多分乗れると思うんですよね。乗ってみるわ。さよなら有岡くん。あ、行っちゃったなんかすんじゃった、さよなら。ジェットコースターみたい。最年長だろお前。なん、最年長は有岡くんだろ。じゃあストーンズで、で有岡くんって、うん、実家帰ったりします。するよ。おお、何の会話今の。なぜ今。あ、どう、もっとそっち運ぶ。あ、有岡くん首やばいことなってる。なんか有岡くん痙攣してるよ挟まってますけど、有岡くん引っ張ります、有岡くんを。コーチくん、コーチくんと有岡くんでお願いします。俺、落ちた。で、多分有岡くんが上登れば。分かった。ういぃ、あ、あ、有岡くんごめんドラム缶で。お、またイグジットマークがあるぜ。あ、デコルだ。もう近いぞ、ゴールが。すごい早かったんじゃないですか今。クリア。イエーイ。うわー、すげー。次はスノーか。アイス。いやー、これちゅ疲れたー。いやー、すごいわ。でまたこのアイスのところからアリオカくん。アリオカくんじゃあ帰ってきて。いややっぱなー。おうちくん、やり始めたらもう止まなくなるよ。そうそう。おうちやめなさい。ごめんなさい。でもなー、ちょっと大ちゃん忙しいからな、なかなか来れないっすよね、大ちゃん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いや、おもろかったなー。いや、おもろかった。え、大ちゃんやってみてどうでした。楽しかったね。いや、終わったの今、うん、どう考えても今バイバイしたじゃん。あれ、これ大ちゃんっての気づいてないですか。え、気づいてなかったっすか。最後でしょ。いや、最後だけじゃないっすよ。え、ずっとちょずっとっすよ。で、結果、あー、マジ？そう。何これ。いや、こっち集中しちゃったね。そうっすね、なんかやっぱり何かが起きてたってことかい。や、なんかやっぱり大ちゃん別軸あった。何か、あ、でも慎太郎うまかったね。おいおいおい、置いてくな、置いてくな。確かになんかやっぱね、慎ちゃん大ちゃんうまかったね。あの下りがうまかった。慎ちゃん大ちゃん下りね。あのなんかやっぱね、自分のニックネーム使うの大事だったな。置いてきぼり、置いてきぼり。でも誰も悪かったね。誰も悪かったね。なんか一瞬ムッてされるかなと思ったけど。お疲れした。お疲れした。説明くれ。何よりヒューマンホールフラットが楽しすぎて途中マジで忘れてた。そうなんだよね。そうね、最後帳尻合わせるために全員連打してた。言ってたね。